ヨンジーの中国ライフ。はい、皆さんこんにちは、ヨンジーと申します。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はアリペイ活用シリーズの2ということでですね、アリペイの中にある地下鉄のミニプログラムを利用することで、地下鉄のチケットを買わなくても地下鉄に乗ることができるようになります。本日はそのやり方についてご紹介させていただきたいと思います。広州地下鉄もアリペイが使えるようになれば、アリペイのミニプログラムで QR コードで乗ることができます。では実際に今から乗ってみたいと思います。ではもう地下鉄乗るの非常に簡単ですね。多分グアンジョーで出るんじゃないか。はい、グアンジョーってやれば出てきますので、これ一番上のやつですね。これは広州地下鉄のアプリです。これを開いてください。で最初はなんかいろいろ登録とかいろいろ聞かれると思うので、全部同意してください。同意が終わるとこういう QR コード出てきますので、これを地下鉄の入り口でかざすだけです。はい、ここ今地下鉄の入り口ですけれども、これをですね、ここにかざすだけです。そうしますと、もうすでにですね、アリペイにクレジットカード紐付いてますので、そのクレジットカードで自動的に支払いができます。なので広州の地下鉄乗るときにチケット買う必要ありません。アリペイでこの広州地下鉄のアプリを開いて QR をスキャンするだけ、それで乗ることができます。非常に便利ですので、ぜひやってみてください。びっくりしました。はい、今ですね、電車を降りましたので、これから駅から出ます。で駅から出るときも当然ゲートくぐるんですけれども、ゲートくぐるときも先ほどの広州地下鉄アプリを使って QR をタッチします。アリペイを開いて、広州地下鉄アプリ、一度使ったアプリはですね、ここに出てくるので、広州地下鉄アプリを押します。まあ、開くの少し時間かかりますけれども、開いて、でも利用できる登録などは済ましてますので、少し待つとこのように QR 出てきますので、あとは出るときこれをゲートにかざすだけです。いきますね。はい、これゲートですけれども、ここですね、ここにかざします、これを。はい、こんな感じで出ることができます。はい、で出れましたよっていうふうに出ます。でいくらだったかっていうのはですね、このアリペイの画面の、まあ、メッセージというの真ん中にあります。で一番上にベルのマークありますので、ベルのマークを押すと今行った支払い出てきます。広州の地下鉄で11元ですね。まあ、結構安いですね。超安い。1時間半ぐらいの距離、おそらくタクシーで行ったら、まあ、200元ぐらいかかる距離を地下鉄で、まあ、時間かかるんですけど、まあ、11元で来れました。こんな感じですね、アリペイの中の広州地下鉄アプリを使えば、チケット買う必要なくですね、地下鉄に乗って降りることできますので、皆さんもぜひやってみてください。まずこれやるためには、アリペイと日本のクレジットカード紐付ける必要があります。それに関してはこちらの動画でご紹介していますので、ぜひご参考にしてください。外国人旅行者でもアリペイにクレジットカード紐付けて、中国国内でのアリペイ支払いができるようになります。中国国内の電話番号、そして銀行口座、全く必要ありません。日本のクレジットカードさえあればできますので、ぜひこちらの動画ご参照ください。今ご紹介しました方法は広州での地下鉄の乗り方になりますけれども、広州以外の都市でも同様のミニプログラムがアリペイの中にあります。はい、このようにアリペイを開いていただいて、例えばじゃあ上海であれば上海と検索をします。そうしますと一番上に上海の地下鉄のものが出てきますので、これですね、こちらを押していただきます。そして利用登録を進めていけば利用ができる
と思います。今実際にやってみましょう。パスワード入れる画面出てきましたので、アリペイのパスワードを入れます。はい、こういった形で今、カードを手に入れることができました。はい、なので、バスに乗る場合はこれ、メトロに乗る場合はこれ、メトロっていうのは地下鉄ですね。このような形でもコードは出てますので、あとはこのコードを使えば、上海の地下鉄とバスに乗ることができます。次に、例えば北京の場合はどうなのだというのがあると思いますので、じゃあ北京も見てみましょう。北京も検索をします。そうすると、まあ、大体一番上の方にですね、地下鉄のものが出てきます。これですね。これを押します。まあ、ちょっと開くのに時間かかると思うんですけれども。で、この右の青いボタンを押します。そうするとですね、先ほどの上海と同じように、カードを手に入れましょうという画面が出てきます。まあ、いろいろ説明が書いてあるのでご覧いただいてもいいと思います。なので、こういった形で、この青いボタンを押すと、あ、なるほど。北京のものはダメみたいですね。なので、まあ、私は皆さんと同じようにですね、日本のクレジットカードをアリペイに登録しているので、まあ、できる場合とできない場合があるみたいですね。私はなぜできないのかちょっと理由はわからないんですけれども、まあ、おそらく、日本のクレジットカードを登録してるからだと思うんですけれども、まあ、北京に関してはできませんでした。広州と上海はできましたので、問題なく乗れると思います。まあ、広州は実際に乗れてます。そして、料金の支払いですけれども、まあ、動画内でお話ししました通り、アリペイにクレジットカード紐づいてますので、クレジットカードから引き落としという形になります。以上が、チケットを買わずにですね、中国で地下鉄に乗る方法になります。ご参考になりましたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。